www.videonews.com。こんにちは。はい、こんにちは。今日は7月の1日、金曜日、これが533回目のマレキッキーです。それで、まあ今日は実はスマートグリッドをやろうということなんですが、ゲストをご紹介します。スマートグリッドやエネルギー政策の研究をされている、富士通総研経済研究所主任研究員の、高橋宏さんです。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、高橋さんは僕は飯田さんにスマートグリッドでその技術の話じゃなくてね、僕スマートグリッドの本ちょっと今回いくつか調達して、例えばこんな本がね、あるんですけど、別にこれそれぞれがどうこうじゃないんだけど、見るとやっぱりね、技術の話が圧倒的なんですよ。で、やってる方が技術の方だからってことなんだろうけど、いわゆるなんか双方アットが分かんないんですね。だから何なのかがちょっと分かんないところがあって、でそういう話をしたいんだって言ったら、もういやもうだったら高橋さんでしょうということで、ご推薦をいただきました。で、今は何も情報を与えられずにですよ、停電が起こりますと言っても、いつどこにどれだけ節電したらいいかわからない、だから全く無駄な時に一生懸命節電したりとかするわけですね、そうではないと。今これだけの節電供給が足りないから、これだけ節電する必要があるんじゃないですか、あるいはそれを家電と直接ですね、メーターが通信をしてやってくれるとかですね。すごいんだよね。それちょっと後で聞きたいね。その出力を、熱はね、家電を調整してくれるんですね。そうですね。IT の力。それって何ですか、勝手に部屋の温度が上がったりするってこと？単純に言うとそうです。そういうこと、はい。すごいね、それね。で、もう一つは、インセンティブです。やっぱり、我々も使いたい時には使いたいわけです。本当はね。でも、そう協力してくれたら、これだけ価格インセンティブがありますよ。例えばピークの時、需要がピークの時にはもう10倍値段がしますよと、じゃあこれだけ抑えればこれだけ得しますよねとか、あるいはまあそっちの価格とは引き離してこの時間帯に節電してくれたらこれだけキャッシュバックしますよとかですね。やっぱり人間ってのはそういう金銭的な動機がないとなかなか動かないであろうという話ですね。電力会社としてはスマートメーターというものをどんどん普及させたいんです。それでもさせると、さっき言ったようなシステムっていうのは独占的な電力会社にとっては嫌なシステムなわけだから、はい、スマートメーターっていうのは百害あって一利なしなので、その辺はどうなんですか？後者です。やっぱ嫌なんですか？嫌です。スマートグリッドっていう言葉自体が禁句でした。特に1年前ぐらい前までは禁句で電力会社の前に言えなかったです。やっぱそれはじゃあ電力の独占、要するに自由化を前提としてるってことね。そうです。先ほど言ったように、需要者に情報とか価格インセンティブを与えるという話に必ずなるので、スマートグリッドというのは、それは当然彼らは分かるわけです。電力会社、当然すごい詳しい、私なんかよりも数倍詳しい方々がわざわざいるわけですから、スマートグリッドって要は自由化ってことねってことが彼らは頭がいいので分かるわけです。なので、当然スマートグリッドは反対だったわけで、スマートメーターを設置することも反対。じゃあ結構いやいややってるわけ。やっぱり技術的に遅れちゃまずいってことで、多少お付き合いでやってるくらいの感じなんですね。そういうイメージですね。その代わり情報は基本的には自分たちのものだと。そこはかなり今議論が進んでいて、一応去年発表された、政府が発表したエネルギー基本計画では、今後はしっかりと議論をした上で、スマートメーターに記録されている情報を一定の条件の下で、第三者に開放するということまでは書かれています。書かれてるんだ。なので一応今後はそういう方向になるはずです。なるほど。この前先週行ってきたドイツでは今 17% 再エネが普及していて、2020年には 35% にするという野心的な目標を掲げています。だからこそ需要側の対応が必要なんだということで、スマートグリッドと。で、日本は残念ながら 1% なんですが、やっぱり方向的には地震の前からある程度もう再エネを増やさざるを得ないだろうということ自体は言われていたわけでありまして、で、そう考えると再エネを増やすための手段としてスマートグリッドっていうのは必要なんではないかというのが私の意見です。スマートグリッドをやるためには、ある程度自由な市場がなければ価格インセンティブどうのこうのとかっていう話にならないということです。なので、ある程度自由化っていうのは避けられないだろうということが一つあります。で、そう考えた場合に、ヨーロッパっていうのは電力の自由化がかなりうまくいっている地域です。で、アメリカというのは州ごとに規制が結構バラバラでですね、自由化をしている州もあればしてない州もあると。
というような状況で非常にモザイク状になっています。だから停電が起きたりとかもするっていう状況なんですね。なので日本が今後、本当に自由化をやっていくのであれば欧州の成功事例から学ぶべきではないかという理由で、欧州ということですよね。で再エネがさっき言った通りかなり普及しているからスマートグリッドが必要だっていうロジックも日本には当てはまってくると思いますので、これもやっぱり欧州であろうということを考えると欧州からかなり学ぶことがたくさんあるんではないかと思っています。